YouTube はあなたが無料で広告できる最高の集客媒体になることをご存知ですか？そうなんです。無料でできる最高の広告媒体になるんです。今日も笑顔で絶好調。笑顔を作る人はそのままではいつも笑顔でいるわけではありませんが、常に笑顔でいるには嬉しい、楽しい、絶好調と言うと笑顔を作ることができます。人に会うとき、心の中で嬉しい、楽しい、絶好調と言って笑顔を作ってから、こんにちはと笑顔で言うようにするといいですよ。そうすると自分の心も相手の心も明るくなります。笑顔で明るくすると、すべての良きことが雪崩のように起きます。奇跡が起きます。嫌なことがあってもいつも笑顔で明るい気持ちでいると奇跡が起きます。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。